ロイヤルアクアリウムは19世紀終わりのロンドンにあった娯楽施設である。1876年に作られ、1903年に経営難により廃止された。ロンドンウェストミンスターのウェストミンスター寺院のすぐ西に一致していた。現在、この場所にはメソジストセントラルホールが建てられている。1876年に1月22日に開館した。 美術展や音楽会、演劇などの知的な娯楽を提供しようとした施設で、アクアリウムの名の由来の珍しい海水魚などを展示する13の大きな水槽も作られていた。メインホールは50メートルの幅、104メートルの長さで、ガラスと鉄骨で作られた屋根を持ち、ヤシが飾られ、噴水や彫刻で装飾されていた。400人の学院が入れる、学団席もあった。 メインホールの周りには、食事や喫煙、読書をする場所や、アートギャラリー、スケートリンクや、劇場も作られた。水槽に、炭水や海水を供給する高価なシステムも作られていたが、すぐに問題が生じ、水槽には生きた魚は展示されなくなった。1877年には、クジラの剥製が飾られた。水槽は1880年には有名な。 女性スイマーのアグネス・ベック・ウィズが連続水泳記録に挑む泳ぎを見せるショーや飛び込み競技などに使われたりした。その後もビリヤードの大会や演奏会などのイベント会場として用いられた。ロイヤルアクアリウムで開かれたイベントの中にはドイツの探検家によって生きたままヨーロッパに連れてこられた子供のゴリラのムプングの展示や有名な曲芸師のグレート・ファリーニが若い女性をの 打ち出した人間大砲などのアトラクションが行われた。1890年代には売春目的の女性が集まる場所として知られるようになり、殺人未遂事件なども発生した。1903年にウェスリアンメソジスト教会に売却され、メソジストセントラルホールが1911年に建設された。ありがとうございます。